見て。絶対見るんですよ。圧がすごいですけど。好きだからです。なんかめっちゃキラキラしてるじゃないですか。これ好きなんだよ。これ好き。テルサちゃんこれはいい。なんかどこだろう、ここら辺なんかプールのなおなおとうん、うん、テレバン2人がさ、あのテレバンだよね。テレバンだよね。テレバンだよね。横顔すぎて。でもこう風をさ、こう送りかけてくれるんだけど、みんな暑いだろうに、あ、もらっちゃった、とりあえずじゃあこうしとこう。先輩風先輩風、本当に先輩風、物理的な先輩風、後輩風かもしれない。どうぞどうぞ。これが本当の先輩風、絶対言う人いると思った。読まれてるぞ。読まれてるぞ。乃木坂46の柿原香です。よろしくお願いします。すげえ、本当だ。見て、ちょっと今発覚したんですけど、腹話術が私意外とできるみたい。あ、仕事してるふりしてたよ。更新ありがとう。こちらこそいてくれてありがとう。仕事帰りの人もお疲れ様です。どう、腹話術できてますか？あ、そこは私が送ったやつ。ハウルだよ。これあのね、テレパンがくれたハウルです。ベビチッチって書いてある。ベビチッチ、なんかアヤに似てる。似てるってか、アヤちゃん。ちょっと、あ、かわいい、かわいい。ちょっとよくない。あ、かわいい、かわいい。似て、ちょっとかわいい。かわいい。これお揃いなのね。私また男の子バージョン。そうね、プルやん。オステリアレーブのランチ食べていきや。辛すぎる。せっかく読んで、私さっき読んだから。さっちゃんもね、さっちゃん本当にいい子ですね。さっちゃんはいい。これ写真撮りましょうって言ってくれたもん、多分さっちゃん。そっか。そう、本当にあの子はいい子なんですけど、なんかめちゃくちゃ先輩とも距離縮めるの上手。確かにね、上手な。いや、なんか美味しいところはなんか人に譲っちゃうみたいな。ねえ、いい子。そう、なんか柿さんともめちゃくちゃ仲いいけど、なんか一番仲いいのなんか池田みたいなこと、どっかの番組で言ってくれたんですけど、なんかそういうところとさっちゃんって言って、それも言っちゃうぞって。それも言っちゃうぞ。そう、でもなんかオンエアでね、飲むところでそういう発言をしちゃうさっちゃんが一番愛されてますからね。最近距離が縮まりました。あ、さきさんと。でも一番は池田なので。なんだよ、池田は。なんで名乗りだろう。関係ないんですよ、この子。よし、喜んで。ああ、そう、これ意外と表に出てない。そうなんだよね。私が送ったんですよ、この写真。めっちゃいっぱい送っちゃって、よかったらあと2枚ある。あと2枚ある。あるみたい。私がなんかもう、写真載せたいですみたいな。かわいい。ちょっと動いたんですよ、ムービーみたいな。そんな全部使っていただけるとは思わず。ね。そう。なんか恥ずかしい。え、これどっか載せた？まだ載せてない。まだ載せてない。え、私載せていい？載せてください。ブログ書こうと思ってて。あ、本当ですか？あのさ、書くのをさ、ちょっとさ、なんか先延ばししちゃってるんだけどね。いっぱい載せてください。この写真載せたかったの。そう、じゃあみんなちょっとまだ見ないでください。あのちゃんとしたのを送ります。あ、テレサ、テレサ、えー、テレサがいる。テレサです。隣テレサ、すごい。テレサ、ありがとう。テレサ、じゃあ、はい、私の、うん、俺得質問、うん、テレサとアーヤの2人でカッキーを10秒間見つめてください。うわ、じゃあ失礼します。せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。あれどんどん伸びてくる。勝手に延長しました。わーい、わーい。あ
ありがとうございます。完全に幸せこれ私が送ったのかなあれまさかのもう一生今でいいって感じ。本当にカキさんの歌声だって普段話される声も大好きなんですけど、うん、エターナル好きって感じ。エターナル好き私こそなんかちょっと最近いい感じじゃないですか。いい感じ、いい感じだったから。